ビスパ福岡のキックオフで後半スタートします。さあ残り45分、どちらが J1 に一歩近づくんでしょうか。そのような自分でも前向けるし、周りを使うのが上手い選手が入ると変わりますね、はい、斜めのパス安西和樹、ここは右足で抜きました。ヘディングは届きませんでしたが、いいボールでした。セカンド梶川シュート、枠には行きませんでした。かなり相手ゴール近いところでボールが動き始めています。ベルディ流れはできてきてますね、はい、少しずつね。そういう変化をしてる高木義明です。ラストは高木義明、いいですね、グランダーでシュート、包みのブロック、カルロス・マルティネスに入りましたが、またグランダー来ました。田中の守備でした。梶川のパス、安西浩輝、カルロス・マルティネスが前にいます。クロスを入れる、ドグラス・ビエラ待っていましたが、いや落ち着いてますね内田選手ね、はい、これもクロス、高木義明、高木義明、ここ行ったのがウェリントン、おっと、おっとチャンスになる、ガルスマルティネスシュート、ブロックサネトですね。そしてもう一度ドラスビエラ、柔らかいボール入れる、シュートは枠に行きませんでした。ワンタッチあったか、これは福岡からするとヒヤッとしましたね、今上げたいボールを欲しかったんですよ。ショートコーナー早いリスタートです。安西浩輝ファー下がりながら、そして吉明のシュート、もう一度シュート、ー最後は平、つなぎます、上後、そしてここで長い笛、1対0アビスパ福岡、J1 昇格プレーオフ準決勝、東京ヴェルディを破ってファイナル進出。ヴェルディ初めてのプレーオフでしたが、先に点を失ったのが痛かった、2点必要だというのはやはり下村さん、はい、厳しい戦いになりますよね、まあ、前半のね、はい、早い時間帯での失点になりましたからね、ヴェルディね、はい、ただ福岡は本当に手堅く、そして効率よくゲームを進めましたね、はい、10年ぶりの名門復活、 J1 復活はなりませんでした東京ヴェルディ。